はい、こんにちは。今回はね、三菱一掃のエアロスターなんですが、まあ、こちらですかね。まあ、こちらの方を、まあ、紹介していきたいかなと思います。はい。というわけで、まあ、こちらの方は、1996年のエアロスター3で、まあ、紹介していきたいと思うんですけども、まあ、こう、軸圧機のハイブリッドバスとして、1996年12月に登場した、NBECS3 は低光害を追求した排気ガス低減と燃費向上を両立させた画家的なバスで、翌年の8月にクラス初となる平成11年排気ガス制に適合させていると。で、ハイブリッド車としては初となるワンステップ車を新設定するなど、子供だからお年寄りにも優しい快適な乗客性を実現させた都市部の路線バスに導入されたというね、バスでございます。で、それが1996年に出て、約10年もいかないか、6、7年くらいで、新しいエアロスターにこう変わりましたけども、まあ、その形になっています。多分おそらくこのバスは、まあ、その形になるかなと思うんですが、まあ、あんまりバスに詳しくはないんですけども、まあ、私の知ってる限りね、情報ですので、どうしても力及ばぬところが出てしまうかもしれないんですが、まあ、ご了承いただければ、よろしいかなと思うんですけども、まあ、そういうわけで、ずっとこれはあんまり変わらないですね。基本的にエアロスターが出てきたのが1984年なんですね。で、1984年から96年になってくると、まあ、90年代の形というか、こういう形になってきたわけですよ。で、そこからあんまり基本的には、あんまり80年代の時とちょっと顔が変わったぐらいで、あんまり基本的には外見ではあんまり変わらないかなと。ただ、まあ、この時ぐらいですかね、まあ、障害者の人でも乗りやすいように、床下がちょっと下がって、こう乗り降りがしやすくなった。まあ、そういうね、バスができました。だからそれまではね、非常に、車椅子にとってみると不便だったんですよね。バスを身近に使ってくださいねとは言っても、実際に車椅子でバスに乗るとすると段差が高かったりして、ちょっとした段差でもバスの運転手さんとか、まあ、そういう人たちに助けをもらわない限り自分ではどうしても乗ることができないんですね。で、そういうところの不便さがあったんですが、まあ、このエアロスターが出てきたことによって、まあ、自動的に床が下がってくるので、まあ、それによってちょっと、上げると、まあ、車椅子がそのままスーッと入っていけると、まあ、こういう風になってきて非常にいいですね。あとは、席なんかも折りたためるようになってて、でそこに車椅子の人をこう動かないように固定して、で、バスを楽しんでいただけるというね、そういうのがあります。ただ車椅子のことに関して言うと、もうちょっと車椅子の人たちにこう配慮してくれるといいかなと。というのは、いつ何時でも車に乗る時でも普段使ってる車椅子でというのは、ちょっとさすがにそれは、なんていうんですかね、まあ、たまには違う椅子に座りたいっていうのがあるように、そのバスの、まあ、乗り心地の椅子、ソファー、まあ、そういったものに座りたいっていう人もいると思うんですよね。だからなんとかそういうところを配慮してできないもんだろうかと。要するに今その車椅子に乗ってる人たちに負担がかからないように、座席に移動するとかね。中にはほら筋肉痛トロフィーとかって言って、筋力が、全身の筋力が固まってしまう人もいるし、ちょっと足や手を動かしただけですごく激痛になってしまうという人もいらっしゃるんで、でもだからといってずっと車椅子のところにずっと乗せておくというのも、それもそれでやはり不満が出てくると思うんですよね。たまには違うソファーに座ってみたい、椅子以外のところに、車椅子の椅子以外のところでくつろいでみたい。だからもっと未来が進んで、そういうのができるような、例えばロボットなんかがいて、負担をかけないように、そういうのができるような時代が来るんじゃないかなと思いますけどね。で、まあ、そういう時代になってくるとありがたいですよね。何しろもうそういう弱者の人たちに、親切にする世の中になっていかないと、世の中は景気良くなりませんから。景気良くなるためには弱者の人たちに親切にして、で弱者の人たちが喜ぶような未来を作る。 そこからだんだんとこう世の中は変わっていい方向へと変わっていくので、まずはそういう人たちを
救ね、救ってやるんだっていうんじゃなくて、まあ、救ってあげ、救いましょうっていう、そういう気持ちでね、世の中全体がなってくると嬉しいなという感じです。でこういうふうに、まあ、バスなんかもこの柄の白と、黄色ですかね、あと茶色が少しありますけども、こういう柄でなかなか面白い柄になってて、これはお買い求めになってもですね、まあ、ある意味こう満足できるというか、まあ、都会の場所、まあ、主に 都会なんかで走っていますけど、田舎はそんなにね、こういうバスが走る、路線バスが走るところであんまりないんですけども、都会はね、こういう路線バスがたくさん走っているので、まあ、そういうところいいなというふうにね、思いますから、トミカとして納車しても満足できるバスではないでしょうか。なバスを買うというのはね、結構勇気があるかもしれませんけども、何卒納車の方でね、お願いできればかなと思います。どうもありがとうございました。